全日本一輪車競技大会とは、公益社団法人日本一輪車協会が主催する一輪車、演技部門の全日本大会のうち、ソロ部門の大会である。日本一輪車協会が主催する演技部門の全日本大会はこのほか、ペアグループ演技部門の大会と、舞台演技部門の大会がある。ペア演技部門とグループ演技部門は、同1日に開催される一方、 ソロ大会は別の日程、会場で開催されることから、このように表現される。一輪車競技の演技部門とは、一輪車に乗りながら、曲に合わせて、グループによる演技を行い、その芸術性や一輪車乗車の技術力を競う、競技である。スケート競技におけるフィギュア部門に相当する。ソロペアグループ演技部門は、体育館のフロアを使って、演技を行うが、 ホールのステージを使って演技を行う部門が舞台演技部門である。ソロ演技の大会は1984年に第1回大会が開催され、2011年大会は第24回大会である。一輪車競技の盛んなジュア静岡県一輪車連盟が共催となり、例年11月下旬の休日に静岡市北部体育館で開催される。 2011年大会では8都県の35クラブから選手98人が出場している。予選となる地方大会はなく参加を希望する者は事前に演技をビデオ撮影し提出されたビデオにより事前審査を行い大会参加者を決定するが前年度大会入賞者は一定の条件で事前審査が免除される。2010年大会では138人のエントリーに 対し、事前審査通過者は98人であった。各部門、クラスごとに上位6位までが表彰されるが、クラスの出場人数により、表彰者は増減させている。アーティスティック部門女子については、高校生以上のクラス優勝者がチャンピオンとされる。その他に特別表彰として一家がある。ありがとうございます。